1900年代から近代建築の台頭とともに、空調の要となるダクト事業が日本でも本格化しました。今までになかったダクト施工という業務に、先の先人たちは知恵、努力、工夫をもって懸命に取り組んだ。この功績があってこそ今の我々がある。明治末期に日本国内において最初のダクト工事が施された。生産システム、加工方法、施工技術など近代化が進む中、大きく様子を変えてきました。今なお必要である手工具、機械化による生産性向上が進んでも、全て機械では製作、加工はできません。手工具による技術・技能の伝承を行い、また最新鋭の機械を取り揃えて、良いダクト製作・ダクト施工を目指していきます。ここからはダクト製作に欠かせない工具を紹介していきます。直尺、差し金、巻き尺、そしてコンパスを使い、鉄板に図面を引いていきます。鉄板に線を引く際には、毛垣針という棒針を使います。また線を引く目安となる印などをつける工具をセンターポンチと言います。まともは直線を切断するハサミです。柳刃は曲線を切断するハサミです。円形などを切断します。これに対してえぐり刃は小さな曲線を切断するハサミです。刀刃は鉄板を折り曲げる部分を鋭角にできる工具です。レールはハンマー作業より早く折り曲げ作業ができる箱型鋼材です。主にチャンネルという鋼鉄台に乗せて使用します。掴みは鉄板を掴んで折り曲げ締める工具です。平田金はビスを切断する工具です。唐紙ハンマーは板金作業をするハンマーです。鳴らしハンマーは板金ハンマーの打つ面が広くなっているハンマーです。木槌は素材を傷つけないように木製でできた円筒形ハンマーです。電楽は素材を傷つけないように木製でできた箱型ハンマーです。ハゼ起こしとはダクトを組み合わせるハゼの隙間を広げる工具です。影タガネは鉄板を鋭利な角度に曲げる工具です。当て板はハンマーの打撃を受け止める鋼材です。溝タガネは鉄板をつなぐときに接続部を締める工具です。フライヤーとは多くの種類のボルトを締める工具です。呼び出しとは
鉄板を重ね接続するビスを貫通させる工具です。またスパナやラチェットレンチはボルトを早く締める工具です。ダクト製作の熟練技を習得して手工具による機械によらないダクト製作ができるのがダクト板金技能士です。毎年多くの受験生がある国家検定ダクト板金作業の一級技能士の近畿地区平均合格率はおよそ 45% です。平板にコンパス、定規を使い墨を入れ、毛がく、ハサミで切断、そして各種手工具を使っていく。たわみ、歪み、ねじれなどがないように狂いなく製品を仕上げる。技術、技能の見せ所です。現在は機械化が進み、コンピューターを駆使して製品作りをしています。得意先から CAD で受注、プラズマ切断機にて切断後、成形機に各形状加工していきます。こうして作られた製品は現場に運ばれ、取り付けが始まります。手順としては、まず取り付け場所の墨出しを行います。取り付けたい場所の真下の部分からレーザーを当て、印をつけます。次に墨出しをした場所にアンカーボルト、釣りボルトを取り付けます。釣りボルトは図面の長さ通りに切断して調節しておきます。次に受けアングルを取り付けます。そして受けアングルにダクトを取り付けます。ダクトには連結部の隙間を埋めるパッキンを貼り付けます。高所作業車でダクトを取り付け場所に上げます。ボルトを締め、クリップを取り付けるコーナーボルト工法と呼ばれる工法で取り付けをします。取り付ける際、クリップを使わずにボルトのみで接合するアングルフランジ工法もあります。これらの建物は空調、換気、防災、排煙設備を完備した建物になります。そして我々ダクト工事はより良い環境づくりに貢献していきます。